皆さん、どうも、鶴のベースの神田です。いや、今日はデザイナー神田です。どうもよろしくお願いします、えー。今これ撮影してるのはですね、今日みんなのところにこれ見てもらってるところのタイミングよりもちょっと前ですね。日付的には昨日の夜、うん、でも日付0時またいでるから、ある意味今日。うん、まあ夜中ですね。わかりづらい。どうでもいいか。うん、とりあえずあの、さっきですね。 本日マスタリングが無事終了しまして帰ってきました。アコースティックタイム3音源完成です。イエーイ完成しましたね。マスタリングね。結構ねかかるんですよ。まあ、マスタリングっていう作業が何かっていうのはねまあ。詳しくはまた話そうかなと思うんですけどもまあ、要するに全楽曲で揃いました。それを皆さんのものに届けるための最終段階音を調整するっていう作業がまあ、マスタリングっていうものがあるんですけども、結構ね。フルアルバムだと。 ななかかかか時間かかるんですよ音作ってもらってチェックしてっていうのを11曲繰り返して曲感っていうのがねあってね今まあ結構データとかで聞くから曲間関係ないかもねなんて思うかもしれないけど一応ねあるんですよ曲と曲の間何秒開けるかみたいなこれでアルバム当社の全体の流れというかね雰囲気が変わってくるっていうのねあるんでそれまあ決めて で最後にマスター音源っていうね、すべてみんなの元に行く音源のもう元ですよ。源流ですね。源泉みたいな音ですね。それを作ったら、それを最後みんなでバーっと通して聞いて、フィニッシュという。まあ、その作業を今日終えて、無事できました。でね、えー、まあ音はできたんだけど、あとはまあ何が必要かって言ったら、まあジャケットとかさ、歌詞カードとかさ、アートワークの部分ですよね。ここはね、もう先ほど言いましたけども、えー、今日はベースの神田ではなく、 デザイナー神田です。はい。今回のアコースティックタイム3まあアコースティックタイム12ともに僕がデザインやってるんですけどもジャケット周りは。今回3もえもれなく私がジャケット歌詞カードもろもろ全部デザインしましたの、ね、でそれをょちょっと今日はねどんな感じになったよっていうのを紹介しようかなと思いますんでちょっと見てほしいなと思いますまず表1って呼ばれるる。ね。まに、あ、ジャケットですよ一番表に来る今回のジャケット初公開こちらドン はいこちらです。ちょっとね、あの、今回黒ベースなんですね、ジャケットが。で、この今 iPad の背景黒だから、すげえ横長じゃんって思うけど、これ実は四角です。大丈夫です。ちょっと雰囲気伝わりづらくてごめんなさいね。今回のジャケットこれです。ちょっと読めないぞっていう人もいるかもしれないけど、えー、アコースティックタイム3となってますね。これ、あの、アコースティックタイム TIME。で、赤で数字の3で3です。これね、俺の中のテーマというか、芯の部分。 丸ですね丸円丸と直線1本2本あ2本使ってるかなでまあ書くっていうの俺このねちょっとね作った時にあこのフォントいいなと思ってこのフォントを是非フォントとして世に出したいっていうね思った感じかな。ジャケットこちらです。 アコースティックタイム3今回はねこうおしゃれな感じに行きましたんで。で、これね一応黒で今回行ったんだけど、鶴チーム内で何色にしましょうかみたいなあった時に一応何パターンか色くださいみたいな感じで僕がいいなと思う色合いを何個か投げたんです、7、8個。でも今回結局、その今回アコースティックタイム3ソウルメイトキーですね。アコースティックタイム1はインディーズキー。 の曲から選んだアコースティックアアレンジアコースティックタイム2はメジャーデビューしてからのメジャー期の曲から選んだアコースティックアレンジで今回アコースティックタイム3は自主レーベルソウルメイトレコードを始めてからの CD からチョイスしたアコースティックアレンジってことなんでソウルメイトレコードになってからの3部作になると結構ね黒テーマいいかななんていう話になってイメージ的にねで今回黒にしたんですでもねいろんなねカラフルな色合いがあってそれちょっとねもったいなかったら残したいなっていうことで。 じゃあ生かしましょうということで表はこうシックな黒と白と赤なんだけど歌詞カーの中とかをねちょっとねカラフルにしたいなということでそれちょっともうチラチラ見せますねこういう感じ中は何ていうのかなちょっとモダンなでもちょっとレトロな雰囲気もありつつカラフルな感じで歌詞があってこういう感じですねそう今これちょっとあの入稿データなんであのページがバラバラしてるけど本ちゃんはねあの並び方違うんでそれはお楽しみにっていう感じこういう感じでね いろんんな色があるんですこういう感じ。こういう感じ。ねいいでしょ色もねあんまりこう今回は原色系にもいかずちょっとこう白が入ってたりピンクに白グレーに白とかね絵の具で言うと原色ビュッて出した後に白色をちょっと混ぜたみたいな系統にちょっとしてるんですよ。そうでこういう感じであってでこれがまあ歌詞カードの裏面これ難しいのよ。 このね、歌詞,歌詞ジャケットの入稿データって難しくてここが1ページ目2ページ目じゃないんですよねこれがね歌詞カードジャケットをこれジャケットでしょこれペロッと1ページめくるとここに出てくるんですこれがで次次のここの次がこれじゃなくてなんかこれとかで今度こっち行って。 で、今度、こっち、こっち行ってとか、なんか行ったりしたりするんですよ。まあ、入稿データなんで、ね、それ、しょうがないです。今回こういう感じの、ポップな感じもちょっとありつつね。で、これがね、わかりづらい。CD の盤面です、これ。盤面。盤面にドン。E と3。これもね、あの、出来上がりを見てもらってね、ペラペラペラってやってったら、なるほどねってなると思うんで。まあ、ぜひ,ぜ,ひぜひ、お楽しみにですね。で、盤面の下、盤下ですね。CD をパコって取ったら、これになるわけですね。 かかななんかこ,こに釣るあなんかちょっと可愛いいのありますねねこれねまあお,お,お楽しみにということで。で、CD の裏側、ひっくり返したら、まあこういう感じでね、ロゴとね、曲があって、なんかまあもろもろ、ここ、この横は折り込んだとこの、あのあれですよ、背、背面ていうか背,背の部分ね、これね。 こういう感じでちょっと今回ね、俺的にはなんかこう、いいの降りてきたなっていう感じがして、実際今この、この iPad でさ、見せてるわけですけども、この iPad ね、先日、あの、オンラインサロンの中でも言いましたけど、ずっと使ってた iPad から、この先日、この最新の iPad に変えまして、で、なんで変えたかっていうと、イラストレーター、デザインするとき僕使っているイラストレーター。イラストレーターがついに、パソコンではなく、iPad でも使えるようになったということで、これはもう、やってみたいということで、 でこの新しい iPad をゲットしてこれにイラストレーターを入れて初めて使ってみよう使い方もちょっといろいろ探りながらやった時にポーンと出てきたのがこれなんですよだからその新しい自分の武器 iPad というね新しくペンでいじれるイラストレーターっていうこの新感覚の道具を手に入れたわけですね。 それによる脳がバー刺激されてでしかも操作もちょっと違うからパソコンでやるときとそれでこのジャケットのアイデアが出てきたんでねまあもうすでにこれはゲットしてよかったなっていうこれ生まれたんでねまああとはだからこれ紙印刷されて本番というか本物の、えー、CD としてパッケージされてく、えー、るのが今からすごい楽しみだなっていう状態ですね内容もね、まあ、今日あのマスタリングして全部聞いて思った感想としては いい、すごくいい、えー。今までのアコースティックタイムもすごかったしでなかなかそれをねまたさらに超えていかなきゃいけないなっていうのでちょっとい,どういけるかなーなんて思いながらやってたんですけどもまあ人間ってやっぱ成長するんですね。音楽をやってるとやっぱねどんどん上手くなったりアイデアが出てきたり引き出しが増えたりしつつ年のこうもあんのかななんだかんだでいいのできたなっていう感じで。今回ね、ねアルバムの通して、ね 振り幅が結構大きめかないろんなジャンルとかアプローチにチャレンジしてるそんなバラエティに富んだ作品だったかなと思いますね。あと音もねうんなんかいいな進化してるなっていう感じがしてパーカッションも今までに比べると結構パワフルだしアコースティックギターも今まで以上にいい音で、ね、さらに今回あの僕が持ってるビンテージのアコースティックギターとかもね アッツイのメインのアッコギーとの相性が良かったりとかベースも3本ぐらい使ったかなすごくね曲にマッチしてたりとか今まで鳴らせなかったような音が鳴ってたりとかするんでこれはかなり聞き応えのある作品になったんじゃないかなと思います、うん、秋野淳のコーラス大好きマニアックコーラスも炸裂しますんでね,ねもちろんドンくんと俺もコーラスしてるしいろんな場面で聴けるかな車の中で流してもいいしでもねいい音のする スピーカーとか、まあ、ヘッドホンとかイヤホンとかでねじっくり聴いても面白いかもしれない。アコースティックだと音数が少ないんですよ。本当にあの重ねていく割合が少ないっていうかね楽器のね。だから全部の音聴こうと思ったら聞けると思うのよ。隠されてる音とか。そういうのもね楽しみながら何回も聴いてほしいなっていう感じがしますね。あと今回ねベース結構おいしいのいっぱいあるんで個人的にはぜひ。 楽しんでいいいたただきたいなと思まますこれデータですけどねほんちゃんのジャケットやら歌詞カードやら含めて是非お楽しみにということで発売をお待ちください12月16日ではもう夜中ですんでワイン飲みますはいお楽しみにセブイレブン